宮城県三陸町さんのプリンです。犬の絵が可愛いですね。どうもこんにちは。プリンがまたまた届きました。南三陸町さん、海と山の恵み、田東山麓、田塚山麓、地鶏、自然卵、ラオウ。これはね、なんと冷蔵で届いたんです。チルドで、うん、この度は南三陸町、南三陸地鶏卵ラオウのプリンを お手に取っていただきありがとうございます。大切なお客様が当園のプリンで優しいひとときをお過ごしいただけることを願っております。プリンに黒い粒が混ざっていることがありますが、赤玉卵の特徴で害のあるものではありませんので、ぜひお召し上がりくださいということで、僕ちょっと今というかずっと訪れてみたいと思っているところが南三陸町でございます。防災対策庁舎を見に行ってというか訪れて合唱をしたいと思っていますが、プリンを取り寄せました。当園は安全で美味しいスイーツを作るために鳥を育てていますということですね。きっとまた食べたくなる、大切な誰かに食べてほしくなる、だから2個分の大きさですと書いてあります。この犬の絵が描いてる理由は何でしょうか。ということでまた入ってますね。6つの約束と書いてあります。平飼有機卵を使っております。宮城県産の食材を自家配合した餌を使っております。着色目的の無意味な餌は与えておりません。抗生物質等の薬剤は一切与えておりません。田塚山の綺麗な伏流水を飲んでいます。鳥たちとポコポコ防衛隊に感謝とねぎらいを。ポンポコ防衛隊か。園長は農園を守ってくれる相棒兼ポンポコと鳥たちが大切で可愛くてしょうがないのです、ということで、ポンポコですね。これがこのポンポコが絵になっているようです。お、スプーンがついてますね。初めての方です。はい、こんな感じです。これはチルドなので早速いただきます。牛が後ろ向いてますね。はい、ではいただきます。犬が乗ってますね。さっきも紹介しましたが、犬の頭にひよこが乗っております。でこれはですね、すごいんですよね。原材料が牛乳、鶏卵、生クリーム、砂糖、小麦粉、塩です。無花鳥です。すごいですね。ではいただきます。こんな蓋がついております。お、なんかトロトロ系っぽい。あ、違う、なんか若干の色の違いがあるか、上にクリームが乗ってるんじゃないかな。ということで、
感じです。いただきます。うん、やっぱり上にクリームが乗っかってて下がプリンですね。牛乳をすごいいい感じでした。クリームが乗ってて、下のプリンは割としっかりめのプリンです。でこれは下にカラメルも入っております。この上にかかっているクリームがすごくいい感じで、クリーム味がしっかりしているので、うん、美味しい。でちょっと大きめなので、男性の方にもいいんじゃないでしょうか。完食しました。でこれはガラスなので洗って一輪挿しにでもすればいいんじゃないかなと思います。昨日食べたこの能登の極上素材プリンと比較すると、この能登の方は比較して分かったんですけど、すごい、まあ、トロトロですね。トロトロ系ので、和風な味がします。まあ、醤油が入ってるからでしょう。あ、和だなと、比べると和だなと思います。でこっちはめっちゃ牛乳って感じで、しっかりめでした。では昨日がプリンが1種類届いて、今日が2種類届いております。あと一体何種類届くのでしょうか。どんどん届きして食べていきたいと思います。ありがとうございます。